印象に残ってるのが、内林さんと一緒に記念で走って、その後に内林さんが引退しはったんやけど、それを知らずに、知ってたら花道やから死ぬ気でもと思うはずやけど、その時かましきれずかまくり不発かなんかで、そのレースの後に引退をしはって、それを言わらへんかった内林さんってすごいなぁと思って、手を抜いたことはない、いつも通りのレースではあったんやけど、それを知ってたらレース変わってたのにっていう、取り返しのつかへんレースってあるんやなっていうのをあのレースで思った。あのレースだけはものすごく苦い方なんですけど、あのレースが一番良かったレースよりも、あのレースが一番残ってますからね。どんないいレースよりも失敗が一番残ってる。内林さんと初めて乗った時とかのことって覚えてらっしゃいますか？内林さんと初めて乗ったのがどこかは分からないですけど、内林さんが後ろを回るっていうことの緊張感はすごかったです。いつもこの人は本当にプロ中のプロやと思うでしょ。職人ってこの人のために、この人に失礼ですよ、内林さんのためにあるような、ほんまに何にも多いくは語らへんっていうか、よくレースの前にあれしてこれしてこうなったらこうでとか何にも言わずに、勝てるように走ってくれた、あとは何とかするしぐらいの感じで、ああいつも真剣を持ってレースを走ってはるなっていうのをいつも感じてて、内林さんと走る時だけはほんまになんかこうリアルに戦場をこうイメージさせてもらえるというか、生き死の話というか、本当に前の責任と後ろの責任ってこういうものっていうのをやっぱりいつも意識して、だから自分がちょっと無理めでも生かしてもらえるかもしれんし、内林さんが止めきれへんかったら自分が弱いって、それはもう納得できたし、内林さんが残せへんやったらそれはもう自分の足だから、それだけ前を任されたものと後ろを回ってもらえる人の仕事をこうきっちりやりきって1、2着を一緒に行けた時は、それ以上の感激はなかったというか、本当に手抜きをしない気持ちがこうむちゃくちゃこう前面に出るレースをしてくれはるなと。だから自己点すごかった時でも、自己点すごいからって仕事せえへんかったら、お前ら走ってくれてんのに俺あかんよなっていう話を飲み行った時とかにしてくれはって、だからみんな自己点がんじがらみやし今回ごめんなとかっていうのがなかったのはやっぱすごかった。いろんな勝負かかってたり G1 がかかってる時でも、いやそれは言ってくれてんのに止めるやろ、普通のことのように言わはるのがすごいな。グランプリとかもすっ飛ばしてる時ありましたので、だからあれはだからすごいなって、グランプリなんてそんな出れることだけでもすごいのに、それをいける立場にあるのに、はい、それを捨ててまで自分のやる仕事を取るってやっぱすごいなと思います。あの時は本当にすごいと思います。現在は内林さんとの交流とかは、本当にもうたまにしかないんですけど、けどやっぱり解説で内林さんやってはったりとか、今 YouTube もやってはるんで、なんか見てると、わ内林さんなんか雰囲気変わったなとか、あ元気にやってはるし嬉しいなとか、あの時のまんまのコメントをしてはるなとか、先週の現場のコメントが出てたりとか、あのまんまの辛さじゃなくてうまいことを伝えはるんやなとかと思うと、やっぱ一流のプロの人って何をやっても一流やなっていうのをこう見てると嬉しいですし、なんか楽しいしっていうのは感じますね。有坂さんと接点はどんな感じだったか教えていただいてもよろしいですか？接点的にはほんまにその競争でしか合わへんとかっていうのもあるけど、キャラクターがあのキャラクターやし、こんなことも平気で言うてまうんやとか、あこんなきついことも平気で言うけど、あむちゃむちゃちゃんと考えて言葉出してるなとかっていう思いはいつも持っていて、あの人はそれ以外のところがものすごく俺にはね社交性を持ってたから、やっぱあれだけのことをできる人っていうのは、なんか言葉選びもうまいし、出すそのタイミングとかもいっぱい持ってるんやと思うね。タイミングを多分ドクロマークのついた引き出しいっぱい持ってると思う。その話は聞いてる。ドクロマークのやつも綺麗なところはもう今更ええから、もうすんごい引き出しいっぱい持ってると思う。ぜひ美輪さんと有坂さんのお話聞かせていただけたらと。いや放送できんじゃん。あけどこんな生き方できたらすごいなとかってずっと思ってたから、はい、選手辞めたらなんかそれを何にもなしに聞けるし、はい、何にもなしに思ってたことをぶつけてみたいなって思うことはあるよな。あの人の話はほんまに聞いてみたい。有坂さん、有坂の有坂さんにメッセージとかっていただいても大丈夫ですか？
有坂ほんまに先週の時は喋ったり聞けたりとかしたいけど、そんなこと聞くのも失礼やと思ってたから聞けへんかったこと、こう先週やめたから聞けることってあると思うし、ちょっと聞かせてほしいわなんかそんな機会欲しいわほんまに